はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。みゆき様、政宗様、龍斗様、吉田様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。当ポスター掲示お申し出ありがとうございました。思ったより多くの方に応じて、いただきまして、お申し込みいただきまして感謝の極みであります。ありがとうございます。引き続き募集しておりますんで、自分家に日本改革党のポスター貼ってもいいよ、お店とかの方はぜひともお申し出ください。立憲の岡田幹事長、5月7日記者会見、立憲地方議員による名古屋高級焼肉店人糞放置事件後に SNS に脱糞民主党と投稿した一般人を名誉毀損で刑事告発したが不起訴となった。選挙の近い時に名誉毀損に当たりかねないようことを言うということが自由に言えるわけではない。ちょっと何言ってるかわからないですよ。選挙が近い時に名誉毀損に当たりかねないようなことを言うということが自由に言えるわけで、何言ってるかわかんないな。全然わかんねえな。世論です。最低でも天外。事実書かれて怒って刑事告発して不起訴。選挙近いからでこんなん許されるならメディアも野党も逮捕者続出では、組織が個人を訴えるとかどうなのよ。当たりかねないようなことを言うということが自由に言えるわけではないって何？立憲に何の名誉があったんだよ。不起訴案件で何偉そうにしてんだこいつ。立憲に毀損されて困るような名誉などないと。公人の集団である政党が民事で名誉毀損で提訴するのはさすがにみっともないって考えて刑事で告発したんでしょうけど、結局ダメでしたね。最終的に金で肩がつく民事は争い事になりますけれども、どんな難癖言いがかりでも、まあ、民事は一応裁判開かれますけれども、人を禁錮刑にもできる刑事はハードル爆上がりですよ。最初から無理筋だったんですよね。人をですね、どっかに閉じ込めるっていうのはハードルがすごい高い。文春の元記事は焼肉店店主の証言も載ってるので、真実相当性皆無は無理筋なんだよね。初めから勝ち目なかったんですけどね。立憲の顧問弁護士、無能もいいとこですね。大恥かいて。事実を書かれて怒って告発して不起訴っていう生き恥書いたわけなんですけれども、立憲は何も感じないんだろうな、多分な。俺が正しい、思い通りにならないのは社会が悪いってメンタルのやつばっかりですからね。私も河野太郎に民事の名誉毀損訴訟を起こされてますが、裁判はこれからですけれども、さてどうなることやらね。一審二審がどういう結果になっても最高裁まで争う所存です。一審で全面勝訴とかになったら控訴しないですけど、向こうがしてくんだろうな。途中で和解や調停にも応じない所存です。まあ徹底的にやるってことですね。とにかく立憲民主党ですね、脱糞民主党って、言っても書いても OK セーフっていう結果に、なってしまいました。下品なんであんまり投稿する人も少ないとは思いますけれども、故意の税金滞納や禁錮刑で永住資格剥奪されるように法改正されます。永住資格申請者の 12.8% に税金滞納がありました。立憲民主党、議論が尽くされていない、外国人に選ばれない国になるとして反対。これね、野党がね、そういうデータあんのかって騒いだから、じゃあつって 12.8% です、なったみたいであります。世論です。不良外国人は困るんだよね。税金滞納するような人に選ばれなくてもいいよ。どんどん強制送還で、89万人のうち 12.8% が未納だと結構な額になるのでは。6月10日から不法難民申請のクルド人もどんどん強制送還。外国人生活保護も廃止しろよ。永住資格は権利じゃなくて恩恵だぞ。永住資格申請中の 12.8% の滞納者、もちろん資格与えないんだろうな、こういう人にはな。永住者の未納の統計もなく、法改正の根拠がないとする
野党側の批判を踏まえたって記事にありましたんで、野党がですねデータがないって騒いだんで、じゃっつって 12.8% が滞納してましたって数字出したんですね。やぶへびとはこのことであります。故意の滞納で資格剥奪なんですけれども、故意と判断する基準は何なんでしょうね。病気になって失業したりは対象外なんだろうか、故意じゃないっつって外国人生活保護は正確にはですね永住者生活保護であります。永住資格持ってない旅行者や実習生は特定技能者は生活保護対象になりません。永住者が生活保護もらえるっていうのも世界で日本だけですけどね、グリーンカードアメリカの永住資格、持ってたって生活保護なんかもらえねえよ。立憲が反対するのは案の定でありました。立憲議員の選挙の手伝いとかほとんど外国人じゃないのかって疑い持ってますけれどもね。私は永住資格の条件なんですけれども、そこが善良であること、税金や保険料滞納しない、前科がない、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、まあ経済的に、自立してないとダメだ、そのものの永住が日本国の利益に合すると認められること、ということはこの永住者は日本国の利益にならないなって話されたら資格剥奪されるのかね。なのでこのうちどれか一つでも欠格したら資格取り消しが妥当ですよ。永住権なんて権利、まるで権利のように書いてるバカマスゴミありますけれども、これ意図的に間違えてんだろうな。永住資格ね、つまり運転免許みたいなもんだから免許取り消しとか普通にありますよね。っていうか今までなんで取り消しされなかったのか不思議、寝ぼけてんじゃねえよ自民党。この3条件だと抽象的なんで、今後はもっと具体的にですね、こういう人は取り消す、これやったら取り消す、永住資格申請者に取り消し要件を説明して納得させておけば後でガタガタ騒がないんじゃないかな。資格ですかね、永住資格、恩恵やってやってる、だから資格だから取り消しもできんのが普通なんだよそれ今までやってこなかったことがおかしいんだよ。立憲はグズグズ言ってますけれども、税金滞納して、禁錮刑犯罪を犯すような外国人に選ばれなくていいよ。衆院憲法審査会、自民基礎委員会を作り条文取りまとめを提案、公明改正原案を取りまとめるべき、維新直ちに基礎委員会で原案を作るべき、民民基礎委員会作り具体的にスケジュールを示すべき、立憲じっくり議論を引き続きしたいと。立憲って憲法に乗ったっていう意味なんですけど全然立憲してないね。はあ、世論です。立憲やる気なし、また立憲サボってんのか。立憲は何を恐れてるんだ。最終的には国民投票で決めるんだからとにかく発議しろよ。発議に反対の野党は普段独裁ガーとか言ってるくせに国民に決められたら困るような態度、多数決で改憲へ、維新と民民がいれば強行採決と言われないんだからちゃっちゃとことを進めろよと。改憲に前向きな維新と民民がなかった頃はですね、自公以外は改憲反対で憲法審査会をサボるって手口で開かせなかった。立憲共産なんかが憲法審査会サボるって手口で流会にしてた。自公もですね野党不在で会開くとですね、与党だけで審査会開くと強行決行、強行採決、強行したって騒がれることを恐れて6年間も憲法審査会流会を繰り返した。とんでもないヘタレでした。維新と民民が出席するのって立憲や共産が欠席してもですね、与党だけで強行って言われなくなったんで改正されるようになりました。開催される以上ですね、欠席すれば非難されるし、欠席中にいろいろ決まっても都合悪いし、ならば出席してあらゆる邪魔をしたろうっていうのが昨今の憲法審査会の状況であります。立憲は何を恐れているんだ。それは9条がなくなっちゃったらですね、竹島奪還で韓国が困る、北方領土奪還でロシアが困る、
拉致被害者奪還で北朝鮮が困る、尖閣諸島付近を領海侵犯できなくなって中国が困るなどなど、立憲共産社民令和は外国政府ための政党であります、外国政府のための政党であります。特あとロシアの代弁者なので困ると、困るどころかですね、阻止できなかったなって、資金援助を中止されるとか罰食らうかもしれないと、じっくり憲法議論を引き続きしたい。本当は議論なんかしたくないんですよ。言うことこと書いてこう言ってるだけで、本当は妨害して妨害して妨害して邪魔して邪魔して邪魔して遅らせたいっていうのが立憲の本音ですね。自分が引退するまでは、自分が議員を引退するまでは改憲議論を地対戦闘頑張りたいっていうのがスパイ4党の議員の一致した方針じゃないかと思っております。共同通信、海水からトリチウム検出、福島原発周辺の海水1リットルから13ベクレルのトリチウムが検出された、大変だ。産経新聞、 WHO が定める飲料水基準の1万ベクレル、リッターあたり1万ベクレルを大きく下回る13ベクレルなのに、共同通信の不安を煽るタイトル詐欺にネットで批判が相次いでいる。13ぐらい出たからってどってことねえんだって。世論です。産経よくやった、さすがウイロー通信、これが日本のマスコミのレベルです当たり前にある天然の物質だし検出しない方がやばい、共同みたいなのが報道の自由度を下げている現況を、とりあえず中国近海の値と比較してくれ。共同通信は誤報や捏造を絶対謝罪しないのに他社には謝罪しろという、産経は共同から記事買うのやめちゃえばね、なマスコミってもうまとめサイトレベルだろ。まとめサイトの方がまともだよね。トリチウム分子はですね、水素が3つ集まって、もので、地球上ではですね、年間約 7.2kbq。7.2kbq。ちょっとピンときませんけれども、程度自然に出来上がる自然物であります。検出されない方が問題。どこにでもある物質。で、水道水にも入ってます。毎日我々も飲んでます。WHO の飲料水基準が1万ベクレル、リッターあたりなのは知りませんでした。結構許容なんですね。共同通信は騙す気満々でタイトル詐欺。記事を読まない。読んでも理解できない向きには効果的でしょうね。社員全員ウイローみたいな下品で悪意に満ちた連中なんでしょう、どうせ。産経は NHK でもは報じないけど、共同のことは叩くんですね。その基準がよくわかんないですね。都内高校生の6割、男女で仕事に向き不向きはある。東京都、そうした思い込みの上書きに取り組みたい。高校生の洗脳開始を宣言しました。これ大問題だと思うんですけど、そういう思い込みの上書きだって。何言ってんだって話。やばいな、東京都の教育委員会かな。世論です。思い込みと決めつける思い込み、つまりですね、東京都は性差がないっつってる、男女差がないっつってるね。女に鉄筋やセメントを剥がせてみろ、こんなの推進して一体何を得たいんだ。向き不向きがないと思ってる方が思い込み、バイアスかけてるのはどっちだよ。多様性とは一体、肉体労働は男向きだろ。憲法19条、思想良心の自由に違反します。今すぐ思想教育をやめてください。本来は公平であるべきなのに平等にしろにすり替えちゃったから問題山積み。平たく等しくなんかなりっこねえんだよね、男と女でね。試験です。性別による思い込みが進路や職業の選択に影響を与えていると都が主張してるんですけど、それでなんか問題あんのかと。心理学の実験の結果ですね、人生のあらゆる選択の 85% はなんとなくで選んでるんですよ。まあ肉、鶏と豚どっち買うかな、確たるなんかがあるわけでなく、なんとなく選んでる 85% は。もちろん明確に理由がある場合も、こっちの方が安いとかですね、そういうのもあるんですけれども、85%、人がする選択の 85% はなんとなくやっている。進路や職業選択はそれまで過ごしてきた経験に基づいてですね、これがいいかなって個人個人が選択するもので、行政がこれにってしろがあれにしろって強制するもんじゃないんじゃないの。そんなのね、北朝鮮かって
東京都が言ってるのは北朝鮮かってことなんですよね。思い込みを上書きするってとんでもないこと言ってんな。これ炎上してないのかな。性差がない、男女差ないって言い張るんだったら男に出産させてみろって、あの東京都はとんでもないこと言いやがって、これやろいう話でありますね。今日の単身、ハイブリッド車が好調のトヨタ、営業利益 5.3 兆円を達成。5兆円超えは日本企業としては史上初の快挙だそうであります。一方、補助金を打ち切られた中国の電気自動車メーカーは死死類類、夜逃げと売れなかった何万台もの車の放置が大問題。ベンツは2030年までに全部電気自動車にするって大冗談に構えた目標をなかったことに引っ込めました。営業利益 5.3 兆円って聞いて全くピンとこないですけど、全然ピンとこないですけど、毎日毎日145億円儲かってるって聞くとやっぱすげえなトヨタってなりますね。経団連徳良会長、あ、このバカか、1ドル150円はいくらなんでも安すぎる、円安を是正していきたいと発言。この人今時ですね、韓国に工場作るって言ってるバカで、住友化学の株価だだ下がりさせてる害悪です。トヨタの決算見てないんすかね。経団連の一員なのにね、トヨタだってね。民主党政権は円高誘導、朝日新聞、毎日新聞、財務省は円安に反対。これだけで円安は国益って分かりそうなもんじゃない。昨年の経常収支は 20.6 兆円の黒字でした。我が国のように恒常的に外国から金が流れ込む国は円安の方が断然いいんですよ。これ外国に資産、まあ、土地とか株とか特許とか持ってまして恒常的に金が流れ込んでくるんです。海外資産、対外資産、世界一、ずーっと何十年もやってますからね。徳良どっから情報得てんでしょうね。円安は行き過ぎん、徳良どっから情報得てんですかね、このバカは。さすが本業はですね、おろそかになって負担金も高いんで誰もが嫌がって押し付け合う経団連会長を引き受けた大バカであるな。経団連の会長って誰もやりたがんねんって、学級委員長みたいにうーめんどくせえ。あとね、会長だからっつって会費何億円か上がっちゃうって取られ、押し付け合ってんの引き受けちゃったバカ徳良、どうしようもねえこいつね。衆院補選、東京15区でのカオスを受け、維新がですね、著しくそやまたは乱暴な言動、多数の者による選挙事務所または許諾への押しかけを選挙妨害と明記する法案提出。それに対して福島みずほ、でもでもだって表現の自由がぐずぐずいってます。これは今後目立ちたい模倣者が出る恐れがあるんで改正した方がいいんじゃないでしょうかね。妨害のためだけに立候補するって頭が悪い連中も出てくるでしょうきっと。社民党は妨害者にも相手にされなくて消滅寸前だからグズグズ言ってんじゃないですか。本来なら維新じゃなくて自民がこういう改正案を出すべきなんですけど、中国は擁立してないからおら知らねえなんですかね。自分がやられないと理解しないっていうかね。安倍総理の時散々妨害されてんだろうが、自分らもやられてんだろう。自民党も相当頭が悪いな。呆れてしまいます。認知症患者2040年に584万人に達する見込み。これ大変ですね。584万人認知症患者がいたら同じ数ぐらいはその付きっきりで見張ってる人必要じゃないのこれ。16年後か、私もやばいな。私は絶対ボケないっては誰も言えませんもんね。せいぜい人様に迷惑かけないようにしたいものであります。16年後には安楽死も合法化されてんのかな。もしボケるようなことになったら私だったら安楽死してもらいたいな、思っております。チャンネル登録よろしくお願いいたします。当のポスターおうちに貼ってくださる方大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからお願いします。あとメール問いも募集中であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。